はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということでですね、本日はこちら埼玉県の飯能市に来ております。本日はですね、あるデカ盛りを食べに来ているんですけれども、飯能といえばね、もう有名店でございます。本日はこちら、僕のね後ろに見えております福63というお店に来ております。こちらのねお店さんなんですけれども、いろいろとデカ盛りで有名でして、僕が今日食べに来たのはかき揚げでございます。店頭にもですねちょっと書いてあるんですけど、こちらのね福63はこのかき揚げが名物定番となっておりまして、すっごいねデカ盛りらしいんですけれども、これを目当てに県外からもですねたくさんお客様が来ているということで、実は僕自身もですねこちらの福63、自分の動画で2度ほどお世話になっております。こちらのお店さんにはですね、タルタル丼と天丼と6キロ級のデカ盛りが2種類ほど販売しているんですけれども、そちらを以前は食べに来ました。ただですね、この名物となるかき揚げはまだ一度も食べておりませんので、本日はその名物を食べていこうと思います。ちなみにですね、僕もお世話になっているこのデカ盛りハンターも訪れているお店ですので、今日は美味しい料理食べていこうと思います。ということで、もう店内に入っておりまして、本日いただくメニュー注文完了して、こんな感じで全部揃え踏みとなっております。いろいろとですね話しながら食べるとして、早速出来立てをいただきたいと思います。いただきます。まずこのね名物のかき揚げ、行きたいところではありますが、冷や汁冷や麦と、こちらの方にですね冷や麦もいただいてますので、まずはこっからか。ちなみに今日頼んであるメニューで大盛りはこのかき揚げだけ、こっち並盛りですから。夏だね。うわ、これからの時期いいわ。うん、濃厚なごまつけだれに大葉にきゅうりと、いいね。ちょっとトマトもあえつつ、ただでもこれ冷麦の量、いわゆる市販の冷麦で言ったら3束分ぐらいあるんじゃないのかな。こちらも冷や汁にさせていただいて、さっぱりとね。うわ、うまっ。うん、ダメだ今日ね。ちょっと外本当に暑くて、この気温の中で食べる冷や汁冷や麦ちょっと止まんない。そしたらこの辺りで揚げ物もいきますか。やっぱりかき揚げよ。わかりますかね、この大きさ伝わってるかな。ちょっともうでかすぎて画面越しだと伝わりきんないと思うんですけど、あ、やばい。これで1枚で2枚乗ってます。これやっちゃったかもしれない。あ、うん、うまっ。うまっ。これがでかっ。あのですね、分厚すぎて口が届かないのよ。しかもね、見てわかる通りかき揚げが大きすぎるんで、ちょっとねご飯が届かない。まずは1枚かき揚げそのまんま行ってから、残りの1枚でかき揚げ丼で食べましょう。うまっ。
あうまい。でも待てよ、かき揚げ1枚で1キロ以上あるんじゃないかな。やっぱりネットで調べたかき揚げ画像だと伝わんなかったんだけど、実物でかすぎる、かつ暑いからということで注文した冷麦、すでにこれ特盛よりも普通のお店だったら多いし、今日本当に目測を見誤ったかも。ちょっとですね、別途頼んだこの大葉のチーズフライですね、これもですね、具材グッと詰まっててうまそうなんですよ。これもちょっと出来たてで、うわめっちゃうまい、めちゃくちゃうまい。うん、米うますっごい合う。一層このかき揚げ丼として食べたくなってきたな。これ伝わるかな、この分厚さ。ここまでどでかいかき揚げ見たことない。かき揚げの丼としてね、いただくためにまだ手つけてない自前は取り皿に取らせていただきましょう。でっか。これでやっと本日初のかき揚げ丼としていただきましょう。すごい前にね、福63で天丼のデカ盛りをいただいた際にも、もちろん具材も美味しかったし、天だれもね、すごい美味しいのよ。だからこのかき揚げ丼、最高にうまい。このね、具材もエビや玉ねぎといろいろね、具材入ってまして、このシャキシャキ感とか甘みとか、エビもプリップリだしね、それがですね、たまんなくこの天だれのかかったご飯に合う。うまっ。ということでですね、こちらただいま冷汁、冷麦は完食させていただきました。現在ね、残りはこんな感じなんですけれども、こっからね、デカ盛り撮影始めますって言ったって信じられるぐらい結構食べたのにね、まだまだ残っております。ちなみに現在が撮影始めてから30分ほど食べ続けておりまして、現状ですね、僕のお腹は
こんな感じでございます。これもしかしたら大食いの人でもこのかき揚げ丼大盛り一つで結構満腹になるぐらい量はあるかも。現状今腹8分目です。デカ盛りは、そしたら一旦大葉フライにソースと、でなかなか苦しくなってきましたので正座スタイルでいきましょう。はあ、苦しい。苦しい。ごめんなさい。お持ち帰りパックに入ればいいですか。ということでですね、まだ話はできるぐらいではあるんですけれども、こちら福六十さんにはですね、お持ち帰りパック一組30円で販売しておりますので、無理せずに今日はねこの辺りでお持ち帰りさせていただきたいと思います。ありがとうございます。すいません、今ですねいただいた2パックに詰めたんですけど、このほぼかき揚げでパンパンですので、さすがにねちょっと残った分だけはいただいちゃいましょう。ということでこちらですね、お持ち帰りさせていただくかき揚げとお米以外に関してはこんな感じでですね、なんとか完食をさせていただきました。改めてごちそうさまでした。はい、ということで本日はですね、こちら埼玉県にあるデカ盛り店福六十さんにてレギュラーメニューであるかき揚げ丼ですね、こちらデカ盛りとして有名なんですけど、今回いただきつつも夏の限定であったりとか他定食もいただきました。むっちゃ腹いっぱいです。このかき揚げですね、並盛りでももちろんこのかき揚げが一個まるまるドンと乗るようなデカ盛りとなっておりますので、おそらく重量で言ってたらご飯込みで2キロぐらいはあるんじゃないかな。なかなかですね、一般の方であればその並盛りのみでも完食はね難しいぐらいのデカ盛りとなっておりますけれども、店頭にもねあるようにこのかき揚げに関してはこの福六十さんの中でももうピカイチの人気メニューとなっております。一般の方も注文していただいて食べきれない場合は今回僕のようにですね30円で持ち帰りも販売しておりますので、パックに詰めていただいて自宅の方でもね改めて楽しんでいただくこともできますし、それ以外にもですね、今回いただいたこういった定食だったりとか、店名にもあるようにですね、蕎麦どころということで手打ちで打たれている蕎麦やうどん、こういったものも絶品となっておりますので、ぜひ皆様気になった方はこの福六十さんで美味しい料理食べてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。多分家では僕普通にしか食べないので、これは二晩ぐらいかけてゆっくり完食したいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。お腹いっぱい。